こんにちはーアカデミー堀秀夫です今日は FX で稼げるのかいや、稼げませんというお話です。まあ、今日はね、今日というか昨日から今日にかけてすごい円高が進んでると言ってみたらね、それは今度一気に円安に来て、なんと3円近くも動いてます。でね、FX だと もう、まあ、けてますとかね、えー、儲かりますっていう話は結構あるんで、FX でね、えー、稼げますかねとか、FX でね、稼ごうと思うとかいう相談を受けるんですけど、まあ、はっきり言って、えー、FX で稼ぐのは相当難しいです。でね、FX で稼いでる人が、まあ、例えば有名人がね、えー、結局損しちゃったというようなね、話をちょっと紹介しようと思ったんですけど、まあ、そもそも有名人で、 FX で儲けてるという人が見つからなかったんでですね、まずはまあ FX じゃないけど、株とかで本当に稼いでる投資家たち、どういう人たちでね、で、結局、どんな感じかというのをご紹介します。まず、日本最強のね投資家、ニート、ただのニートですとねえおっしゃってる BNF さん、160万円を210億円に増やしたと。 ななんんかかよくわかんないね、えー、増やしっぷりですけど、まあ、生活ぶりとかね、えー、言動なんかが、まあ、テレビなんかでも見れますけど、まあ、破滅しそうにない世界最強になるかもしれない投資家と。BNF さんの、ねえー、投資感というか、投資スタイル。まず、よくね、今後株はどうなりますかねとかいう、えー、インタビューを受けてます。当然ね、最強の投資家なんで、そういうふうなのインタビューを受けてます。まあ、ところが、 まあ下がるか上がるか分か分りませんと。わかんないと言ってるわけですね。今後、長期でどうなるかわからないと。ただ、短期で見て、上がる株はわかる。だから、短期で見て、上がる株を買っていると。で、空売りははに合わないのでやらない。信用取引は危険だからやらない方が良いと。危険だからって、ね1 6 0万円を210億円に増やした人が危険だからと言ってるわけですね。で、生活は 海外旅行経験なし、食事はカップラーメンとか立ち食いそば、お金をお金として意識しないように意識していると、そのため贅沢はしない、持っている車はなし。でちなみに、この BNF の語源ですね、世界最強の投資家と言われていたビクター・ニーダー・フォッファーさん、この方は1997年のアジア危機通貨で破産していますで。おじいちゃんもまあ実業家だったんですけど、 えー、1929年の、えー、ウォール街の大暴落、ブラックチューズデーで破産していますで。もう一人、ね、ウォーレン・バフェット、まあ、これ説明必要ないぐらい、ねえー、の世界第2位の資産家、えーまあ、今、世界最強の投資家ですね。でこの方は、買うのは企業で株ではないと、わからないもんには投資しない、1ドルのものが40セントで買えるときだけ投資すると、ルールその1、絶対に損をするな。 ルルールその2、絶対にルール1を忘れるなという、ねえー、方です。好物はチェリーコークとハンバーガー、ね、家はど田舎の庶民的な家。でまあ、この2人ね、えー、分からない、わからないけど、えー、一部分かるという、ね、BNF さんと、えー、分からないもんには投資しないという、ねえー、ウォーレン・バフェットさん、まあ、全く反対のことを言ってるんですけど、逆に、両極端で、ねえー、極めた人なら、まあ、投資でも儲かると。 で共通しているのは無駄遣いが嫌いというかね、お金にあまり興味ないように思います。で、FX のね、有名人、こんだけ儲けたけど、こんだけ損しちゃったんですよというのをね、例えば不動産のね、千、えー、サ夫とか、えー、そういう話をしたかったんですけど、有名人がね、見当たらなかったと。あえて言えばボビー・オロコンと河合秀一さん、ただね、投資手法とかどれぐらい儲かったとか、どれれど何で損したとかいう。 エピソードが一切、えー、出てきませんでした他有名どころだとね、4億円脱税した主婦、ねえー、あるいは、えー、突然、丸さがやってきたと、10億円稼いで、えー、破産した、えー、磯貝さん、FX で、えー、10億円稼いだ89歳の男性、FX で220万円を、えー、利益3億円上げて脱税した元小学校校長と。 ね、でこの共通点見てて思ったんですけど、みんな脱税してるんですね、これがあの脱税はいいことだとか、いけないことだとか、そういう次元の問題ではなくて、もしかしたら、このね、お金を本当に稼いでるという意識がなくて、まあ、ゲームの感覚でやってると、え、えだってドラクエだってね、FF、えー、だって、えー、お金いくら増やしたって、申告なんかしないのに、FX は、えー、税金払うのというようなね、もしかしたら感覚だったんじゃないのかなと。 いう気がしますだからお金をお金として意識しちゃう人がね稼いでるっていう事例は全く見当たらなかったと。でその他ね、有名人って言って出てきた人が佐藤さん、五十嵐歩さん、藤巻武さんはまあ、私も本読んだことなんで知ってますけど、佐藤貴則さん、武井雄介さん、まあ、ね、えー、よくわからないです。まあ、で、ファンタジーは置いておいてですね。では 名もなき投資家たちの獅子類類というのをね、少し貼り付けます、ね。悲劇はある日に、ね、頑張って20万円くらいから、えー、体重を乗り越えて2998万円まで増やしたと。この人すごいですね。ここまで増やしたのはすごいんですけど、朝起きたら、えー、2998万円が12万円になってたと。まあ、こういう話をね、有名人で結構あるからね、こうなりますよっていうのを言いたかったんですけど、まあ、えー、有名人だと見当たらなかったですね。 でまあ、これ結構面白いですね。これから100万円を FX で増やして、六本木ヒルズに住みますとで。デモトレードだったら簡単に5倍できたんで、自分ならいけるだろうとで。数日後ね、100万円の元でが6万円になっちゃったというアップがされてたと。でまあ、こういうのも結構ありますね。難しく考えすぎだと。 ね、簡単にやってれば自分なんか820万を140万にしたと大体、えー、いいね、えー、FX で儲かれますっていうのを真に受けてやるとこういうことになりますバーチャルと現実は違うということですね、まあ、これは結構ね、まあ、面白いで済んでるんですけど、まあ、結構ね、えー、この辺に行くとダメージがでかくなってきて、まあ、新小岩駅に行っちゃうのがね、えー、結構あるとで実際ね、えー、投資っていうのは 簡単にこうなります。というかね、えーまあ、お衣装が払えないぐらいで電車に飛び込む人は投資をやらない方がいいです。まあ、負けたら負けたでしょうがないと。開け直れるぐらいのね、タフネスさがあれば、多分投資でも、えー、勝てる可能性が若干ありますけど、えー、どうしようもう終わりだと。全財産失ってもう終わりだと思う、まあ、普通のメンタルの人は、えー、投資には手を出さない方がいいと。FX で稼げるかというと、 普通の人には難しそうだなというのが結論です。まあ面倒くさくてもね、えー、転売とか輸出とかの方が、えー、面倒な分、えー、やれば稼げる可能性ははるかに高いと。でそもそもね、えー、気づかないうちに元で100万円だったんだけどね、えー、それが4万円になっちゃったとかね、元で以上の損失をしたとかっていうのは転売だとあり得ないんで、FX ではなく、えー、転売で、えー、今だったら Amazon 輸出っていうね、稼ぎやすい手法がありますから、 Amazon 室で稼ぐことをお勧めします以上、テンバーアカデミー堀秀夫でした